勝ち馬は1枠から3枠で4勝して2着4回。1枠1番が1勝して2着2回と、10年中4回馬券に絡んでいます。一方で、外側の枠ですが、2022年に13番のドーデュースが勝ち、18番のイクイノックスが2着に来ておりますが、そこまで褒められた成績ではありません。1枠から4枠までで馬券に絡んだのは延べ14頭。5枠から8枠までで馬券に絡んだのは延べ16頭ということで、五分五分といったところですが、15番より外の成績だけがかなり悪いのは非常に気になります。また、馬券に絡んだ30頭のうち23頭は前走皐月賞組ということで、皐月賞に注目が集まるんですけれども、皐月賞で1秒以上負けてからここで馬券に絡んできたのは、最近10年ではベルトライゼンデだけでした。そして2018年は逃げたエポカドーロが2着に食い込みましたけれども、基本的に逃げ切っての勝利というのは1997年のサニーブライアン以降はありません。先行馬もコントレギルをはじめタスティエーラーにロジャーバローズなど勝利を挙げていますけれども、馬券に絡むうちのおよそ3分の2を占めるのが差し馬です。ただ追い込みで馬券圏内にやってきたのはサトノクラウンとドーデュース、イクイノックスぐらいですので、あまり後方すぎる馬は届かない場合があるので気をつけておきたいところです。そして馬券の傾向はご覧の通りです。一番人気は2勝して2着3回、副勝率としては上々の成績ですけれども、昨年のソウルオリエンスや2021年のエフフォーリアのように単勝で売れている馬でも敗れています。単勝1倍台で人気に応えて勝ち切ったのは最近ではコントレールとドゥラメンテだけ。反対に穴馬の方はどうかというと、3連勝式の馬券は結構配当がつくことも多く、3連複は万馬券が3回、3連単の10万馬券が3回にとどまりますけれども、2年に1回は500倍を超えて荒れているようで、5番人気以内の 1,2,3 は3回と、2,3 着を中心に穴馬が来ることもあるので注意が必要なレースになっています。続いては印をつけた馬をピックアップ。本命はレガレイラです。前走の皐月賞はスタートの1歩目から遅れると終始進路を探すような立ち回りで外をチョイスしましたけれども、上がり最速タイムを掲示したものの伸びきれませんでした。今回は広いコースに様変わりしたのと、開催も進んできてだいぶ差しも決まり始めてきたことで、人気勢がこぞって先行しやすいこともあって、ターゲットにしやすい点もプラスになるかと思っています。そして対抗はジャスティン・ミラノ。皐月賞はレコードで優勝したんですけれども、任せたジャンタルマンタルが NHK マイルカップを制するなど、レースレベルとしても非常に高いものでした。今回は15番枠ということで、これまで15番より外となるとイクイノックスにワグネリアン、アドミラブルぐらいしか馬券圏内がありませんので、そこをいかに裁くか注目となりそうです。以下それ以外の馬は評価しにくいくらい近接しているんですけれども、皐月賞以外の馬も1頭来る可能性はあるのではないかと見て、穴馬にも手を広げています。それでは解明です。本戦はレガレイラの単勝、そして馬連です。この二頭軸の三連複に切り替える可能性もありますので、ちょっとギリギリまで考えたいと思います。チャンネルメンバーシップ並びにオンラインサロンの皆様にはお昼のうちに先行公開をしておりますので、それ以外の方はツイッターでレース直前に配信する予定ですので、フォローの方をよろしくお願いいたします。以上、日本ダービーの予想でした。続いては目黒記念の予想に移ります。今回も過去10年のデータから気になる馬を探していきましょう。勝ち馬は関西馬が7勝して2着が9回。出走頭数も確かに多いんですが、勝率、連帯率、副勝率、すべてにおいてリードをしています。また、4歳馬が3勝して2着2回。5歳馬が1勝ですが、2着7回と、若い馬が好調とも見て取れますし、ハンデ戦ということもあり、ここは小馬になって重賞でパッとしなかった馬たちが、金量差を生かして活躍するというシーンも多数見受けられました。後に高塚記念で構想するマリアライトやノーブルマーズも5歳児でここで連帯をしており、今年のメンバーにも買いたくなるメンバーが多岐にわたっておりますので、高齢馬が全く走らないとは言いませんけれども、4歳5歳の重賞でパッとしない面々にスポットを当てたくなる傾向が出ています。そして前走重賞組が6勝して2着3回とオープン特別組とそこまで大差がありませんけれども、
前走重賞に出たからといって人気を集めている馬でもひっくり返されることも多いですので、昨年も前走重賞を3着でしたプラダリアが人気でも5着に敗れたり、2019年の断然人気馬であるブラストワンピースも8着惨敗と、なかなか重賞実績だけで上位に進出するとはいかないようです。一方で前走オープン特別組が10年中7年で馬券に絡むなど健闘を見せていますし、純オープン組も少ないながらも馬券に食い込む、侮ることができない存在になっています。そして馬券の傾向はご覧の通りです。一番人気は1勝して2着2回、他の重賞と比べると安定性に欠ける状況です。このレースの面白いところは、普通に5番人気以下の馬が上位人気よりも勝利数で並んでおり、単勝の配当が10倍を超えることがここ10年で5回起こっていて、普通に穴馬でも勝ってしまえるレースとなっています。そういう状況ですので、5番人気以内の 1-2-3 はなし。3連複のママ券は5年連続を含めての8回、3連単の10番馬券オーバーは5回となかなか配当も落ち着いてくれませんので、まさに中央競馬版の一発逆転ファイナルレースの様相を呈しているレースとなっています。続いては印をつけた馬をピックアップ。本命はクロミナンスです。前走の日経賞は外枠から外を回すという、結構この馬にとってはハードなコース取りで2着に敗れました。この馬はストライドが大きいので広いコースは合っているかと思いますし、両馬場希望だったのでそれは全然 OK なんですけれども、陣営が曰く2400メートルまでならなんとかなりそうで、今回2500メートルで行こうということで単勝は危険そうです。じりじりとした伸び足ですので連軸の方がいいかなと考えています。そして対抗はサトノグランツ。前走は海外出走ですけれども、陣営曰く休み明けの方が状態がいいように思えるということで、だいぶ今回に対しては前向きなコメントでした。まだ4歳ということもありますので、上積みがあるのと、日経新春杯を見てもブロンザホーンに接戦ということで、重賞級の実力はあるのかと思います。業績自体が関西圏に集中していますので、東京コースですので本命にはしきれませんでしたけれども、4歳の中では一番期待が持てそうな一頭になるかと思います。以下、毎年のようにオープン組や条件組から穴も出ていますので、そのあたりも広く抑えたいと思いますけれども、今回は13頭立てですので、ある程度絞っておかないと取り紙になる可能性もありますので、気をつけておきたいところです。それでは解明です。クロミナンスからの3連複です。シュトルーベとの3連複の組み合わせは安そうですので、差額をつけた段差買いをお勧めしたいと思います。以上、目黒記念の予想でした。今週はブログでは京都のメインレースを予想する予定でございます。そしてオンラインサロンですけれども、今週は平場と特別競争の直前情報並びにダービーの先行解明配信を行っておりますので、概要欄の方にリンクがございますので覗きに行ってみてください。そして先週のオークスはステレンボッシュを鉄板軸馬に指名しまして、本年18勝目を挙げましたチャンネルメンバーシップですけれども、こちらの方では日本ダービーの買ってきた馬券を配信しておりますので、チャンネルメンバーシップとオンラインサロン同様にご検討いただければと思います。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。